88カ所、レッツ88カ所。今日で42軒目のさぬきうどん巡り。麺、だし、トッピング、どこも個性があってめちゃくちゃ面白い。今日ご紹介するおうどん屋さんでは、なんと宇宙一のあのトッピングに出会ってしまった。あー、うまい。うどん屋さんやるか。おすすめのメニューとかありますか？かけうどんで、あとお揚げさんを乗せるっていう、めちゃ美味しいです。宇宙一のお揚げさんです。出た、宇宙。日本一でもない、世界一でもない、宇宙よ。行くしかないね、これ。行くしかない。宇宙うどん行ってください。はい、行ってみます。こちら、あらら。はい、というわけで前歯うどんに来ました。うどんタクシーチャンネルさんのチビさんにおすすめしてもらったところです。おすすめされたのはかけうどんで、宇宙一のお揚げさんがあるらしいんですよ。チビさんがちょっとバイトしてたとかっていうところらしいんですけど、行こう。ね、行こう。宇宙一のお揚げさんってどんなのよ。のもしかしたらこんぐらい大きいかもしれんで、ね、すごい。ここにあると思うんで。じゃあかけうどんの小、はい、はい、あったかいですか？あったかいです。はい、お待ちください。ちょっと待ってよ、何にしよう。かけたんぽも出られる。かけたんぽもあります。先ほどのとかちょっとかけたんぽ、私かけちゃんぽにしようか。うん。で、お揚げさんのせよ。お客さんが言い出したことなんであれなんですけど、要はうちのかけ出しで炊き込んでるんですよ。だからレースがおうどんのだしが濃い色に変わる。めっちゃ美味しそう。かけ出しでね。だってさ、これさ、お揚げじゃなくて前歯のお揚げ。本当だ、オリジナルなんだ。すごい楽しい。このお店にしかない。めっちゃ美味しそう。でもね、です。カキにお揚げを乗せました。ハッピーハッピー。いただきます。あ、麺太。美味しそう。あ、美味しい。もっちもちもっちりって感じが、はじめにブワってくるわ。もう噛めば噛むほど、うどんのそのままの甘さとか、こういう味がブワって。お揚げ組み合わせ。そう、お揚げ、お揚げ。宇宙一のお揚げ。うん。分厚くない？うん。うん。うん。しっかり味ついてるし、あ、ほんまや、なんか、うどんのお出汁で炊き込んでるって言ってたでしょ。なんか、まあ、そんな感じのうどんのお出汁の味がするわ。しめしめでめっちゃ美味しいの。これ、うどんにも、これさ、すごい太麺でさ、一口食べただけで口の中がさ、いっぱいになって、その分うどんの風味とか、そういう、なんかすごいそのならではの味っていうのが感じられる。ママはかけちゃんぽんっていうの頼んだんやけど、ちゃんぽんと普通のうどんを食べ比べもしてみたいなって思います。そうです、これです。じゃーん。前回はさ、宇宙ってことでうどんと中華麺やったやん。今回はなんとお蕎麦が入ってるほら。でもお蕎麦はお蕎麦でも太い。太い。いきます。お蕎麦食べてみる。まずお蕎麦だけ食べてごらん。お蕎麦だけ食べてみます。もうやっぱお蕎麦柔らかいし、でもうどんの出汁とかそういうの合うよね。うどん結構コシが強い。そうか。そうよね。うどんしっかりしてる。蕎麦全然食感も違うし味も違うわ。え、ちょっと一緒にハーフで食べてみる。ハーフ。
一緒に食べたら、そばの柔らかもっちりの後にうどんの香りがグッとくるから、なんかすごい食感もいい。なんでお味って、うん、すごいよね、お客さんから宇宙一っていう名前を呼ばれるようになった。うん、おいしい、すごいおいしい、このお揚げおいしい。うん、あ、本当や、皆さんでそば食べるのあんまないよね。ね、初めて人生一ぐらい。そうかも、うん、中華麺もうどん屋さんで食べるのあんまなかったけど、そばもないよね。ないね、うん、でもさ、年越しそばもさ、あのうどん屋さんで頼む人も結構いるから。ああ、そうそう、うん、でも、ね、普段お店で食べることって少ないよね。あんまないよね、うん、あ、お出汁も美味しい。これ、これ、この優しい味。うん、お揚げさん、美味しいね、肉厚。分厚いからこそ感じられるこの味っていうのもあるよね。分厚いからこそこんなに欲しいって感じが、うんうんうん、これ確かに、うん、やみつきになる、うん、癖になる、またリピートしたくなる味。こんなさ、ホワイトクってさ、この中にすごいすごいさ、うん、水分含んでるからさ、なんかさ、めちゃくちゃめちゃくちゃ美味しいスポンジみたい。スポンジ、うん、だから食べた瞬間に染み込んでる、うんうんうん、分かる分かる。おいのももちろん美味しいんだけど、なんかお揚げが美味しい。お揚げがあってうどんも進むの。うどんのそのままの甘さっていうのと、お揚げの味の濃さっていうのがちょうど混じり合って、すごい相性がいいの。あーすごい感動。セビさん、めちゃくちゃお揚げ美味しいです。ありがとうございます。お蕎麦は、うん、朝一で一回だけ作るだけなんです。だからひょっとしたら玉切れになったらもう終わりなの。もしかしたらね、なくなったら終わるかも。ラッキーよ、私たち。こんな美味しくて分厚くて最高の割にガブッとかぶりつけるなんて夢みたいで、めっちゃ幸せ。やっぱ揚げはいいね。うん、揚げいいわ。改めて思った。おうどんのだしさ、お揚げさんにさかけてさ、うん、あのつけてみよう。なかなかこの味はできんと思う。この出汁が美味しいからこの揚げができるんじゃない。そうなんです。ね、うどん屋さんやるか。アイドルを目指すうどん屋さん、小春めっちゃええやん。やっぱうどん娘。そう、最後の一本と最後のお揚げいただきます。わかるわ、最後の一本って楽しめたいよね。長い、過去一長い。ごちそうさまでした。ということで、シネクイドン巡り88カ所42軒目はここ前歯うどんさんに決まり。事前にチェックが足りませんでしたよ。足りませんでしたね。いやでもめちゃくちゃ美味しかった。チェビさん、ありがとうございました。次はどこのおうどん屋さんに行こうかな。レッツゴー。番組のインスタとフェイスブックもチェックしてみてね。温かいコメント